10月11日2023ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド笠松が行われました。トライアルラウンド笠松のナレーションはテレビ東京ウイニング競馬出演中の私キャプテン渡辺が担当するよ。トライアルラウンド笠松の出場騎手はご覧の通り。トライアルラウンド笠松は JRA 所属騎手騎乗馬4頭と地方競馬所属騎手騎乗馬6頭による10頭立てで行われました。2023年のヤングジョッキーズシリーズ最後のトライアルラウンドです。この日全てのファイナルラウンド出場騎手が決まります。それではレースをご覧いただきましょう。2023ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド笠松第1戦はダート 1400m で争われました。1番人気は地元笠松の深澤京香騎手騎乗シュガーエンジェル。2番人気は JRA 田口寛太騎手騎乗のシューラバーグ。3番人気は JRA 今村聖奈騎手騎乗のマイプレシャスワンでした。スタートしました。9頭の先行争いということになります。まずはスタートを決めた6番のマイプレシャスワン、前と上がっていきます。3番のトーアレインボー、その外を追走している8番シルバーリング、内からは1番の当選パッソ、直後は7番のシュガーエンジェルと2番のアナベルです。あとは4番のシューラバーグと続いていって、9番のワッチーマシェリ、10番のウィングシューズが最後方で、9頭9名のジョッキーは 1コーナーカーブに入ります。先手は6番マイプレシャスワンと今村聖奈が奪って、リードは1馬身少し。3番トーアレインボー、泉谷風磨2番手で2コーナーカーブ、1馬身半間が空いて、8番シルバーリングと浅野広大3番手で向こう上面、その外からは7番シュガーエンジェルと深澤京香、直後は1番の当選パスと長尾佑が追走して、中段外目まで上がった4番のシューラバーグと田口寛太です。内からは2番のアナベルと長井敬吾、1馬身半ほど間が空いて、9番ワッチーマチルと松本一斗で600を切りました。その後は2馬身少し間が空いて、10番のウィングシューズと大大輝が最後方で、各馬3コーナーカーブに入っていきます。前が固まる。3番のトーアレインボー、わずかに先頭かゴールまで400を切っていく。8番シルバーリング、4番のシュガーエンジェル、3、4コーナー中間、その後ろ1馬身少し間が空いて、4番シューラバーグが4番手、その外から上がってくる9番ワッチーマシェリで、前は4コーナーカーブを迎えます。3番のトーアレインボー、泉谷風磨先頭で直線コースに向きました。外の方から4番シューラバーグと田口寛太がぐんぐん前との差を詰めていく。さらに大外からは9番ワッチーマシェリ、松本一とも追い込んでくる。さあ先頭抜けたのは4番シューラバーグ、田口寛太、2番手はずらっと広がっている。先頭4番シューラバーグ、田口寛太ゴール。2023ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド笠松第1戦、1着は JRA の田口寛太騎手、2着は最低人気馬を持ってきました兵庫の長尾タスク騎手、花さの3着は8番人気馬を持ってきました地元笠松の長江敬吾騎手でした。何着ですか？ 2、3？ 2着。いきます？あともう一個、でも次めっちゃいいチャンスっすよね。毎日見て反省して悔しがってました。いやでもコーチ今短期で行かせてもらってるんですけど、ちょっと仕掛けが早いからね、こっちはもうゆっくり仕掛けました。いい位置最初つけれたんですけど、あの過去のビデオとか見てたら遅れてるのは遅れてたんで、そこも気にせず、姉妹は絶対伸びてくるのはどのレースも伸びてきてたんで信じて良かったです。いやいい右ステッキやったなと。今日はいやこの右ステッキが一番地元開催のトライアルラウンド園田で欲張りの右ステッキを悔やみ続けた長尾騎手、このレースの2着で地方競馬西日本地区2位にジャンプアップしました。
来年ですね、泰造は。次も、はい、勝てるように頑張ります。3着でした。まあ、まあ、頑張ってくれましたね。スナック買ったらダメって聞いてたんで、ゲート出たらいいかなと思ったんですけど、ゲートの中も落ち着けない感じだったんで、まあ出たなりで、スナック買っても慣れてきて競馬はしてくれるっていうのは聞いてたんで、最後外出せればなと思ってて、直接見た時にあこれはと思ったんですけど、やっぱ抜けてたんで2着ぐらいはねえかなと思ってたんですけど、通勤されたのあんま分かんなかったですけど、まあ3着な、でもまあ馬が頑張ってくれたんで僕は十分です。いや意外と頑張ってくれましたよ馬が。なんかスタート切れないって言われたんでどうしようかなって考えたんですけど、でも意外とついてってくれたんで、あとはいい足使うって言われたんで、どっから仕掛けていくかでなんとか4着できました。ポジション的にはまあ後ろになっちゃったんですけど、もう前が流れたんで展開は良かったんですけど、最後もうちょい粘れたかなって感じで5着になってしまいましたね。とコメントをご紹介した長江騎手、近江騎手、松本騎手は第2戦の結果次第でファイナルラウンド進出の可能性が出てきました。ただしその条件は勝利すること。次もね、展開次第ではチャンスがあるかなとは思ってるんで、自分の持てる力を出し切ります。頑張ります。佐賀のためにも一人ぐらいは、なんか毎年出てますもんね佐賀ですよね。途絶えさせるわけにはちょっといかないんで頑張ります。佐賀のために。あの前の来た松本くんから馬の特徴も聞いてましたし、道中も終始いい手応えで走ってくれて、最後の直線も突き抜けてくれて強かったですね。結構もう後ろ離してたんで馬が強かったなと思いながら乗ってました。まあ地元で初勝利も決めさせてもらって、こうやってヤングジョッキーでも勝たせてもらったんで、まあ笠松にはいい思い出があるんで、まあ次も頑張りたいなと思います。第1戦1着の田口寛太騎手は第2戦5着以内なら逆転でファイナルラウンド進出となります。果たして結果はいかに。ファイナル進出できるように頑張ります。その2023ヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド笠松第2戦もダート 1400m で行われました。一番人気は JRA 田口寛太騎手騎乗あんたの娘、2番人気は JRA 泉谷風磨騎手騎乗の中和冗談、3番人気は JRA 小沢大斗騎手騎乗のルーラーザクイーンでした。スタートしました。実頭10名のジョッキーによる先行争いということになります。まずは外から9番あんたの娘が前と上がっていきました。内は2番のルーラーザクイーン、外を通る8番大勢グリードが3番手から2番手に接近、内からは1番のクレールアドレが追走しています。外を通る10番ポストモダン、内には3番活撃ドラゴン、間は5番の中和ジョーダン、後方勢内は4番フォートレスヒル、外には7番ロイヤルブライド、最後方追走が6番パッドゥラパンです。実頭は1コーナーから2コーナーに向かいます。9番あんたの娘と田口寛太が先手を奪ってリードは1馬身、8番大勢グリード山田芳樹2番手で向こう正面、その後2番ルーラーザクイーンと小沢大斗が3番手、内は1番クレールアドレと松本一斗です。その外を追走10番ポストモダンと長江慶吾、馬群の中段5番の中和冗談と泉谷風馬がいて、あとは7番ロイヤルブライド深澤強化でゴールまで600を切っていきます。直後は3番活撃ドラゴンと長尾タスク、直後は4番フォートレスヒルと大見大輝、2馬身ほど間が空いて6番パッドラパンと今村聖奈が最後方で10頭10名のジョッキーは3コーナーカーブに入っていく。先頭9番あんたの娘わずかに先頭だが、内からは1番のクレールアドレ、外からは8番大勢グリード接近していって4コーナーカーブを迎えます。後方2番ルーラーザクイーンは現在4番手、その外に5番中和冗談で、前は4コーナーから直線コースに向きます。8番の大勢グリード山田芳樹が先頭に立つ、9番のあんたの娘田口寛太が2番手、その後追い込み勢大外の方から6番パッドラバンの今村聖奈が追い込んでくる。さあ先頭は8番大勢グリード山田芳樹、山田芳樹大勢グリードゴール。2023ヤングジョッキーズシリーズ
トライアルラウンド笠松第2戦。1着は佐賀の山田芳樹騎手、2着は JRA の田口寛太騎手、3着は JRA の今村聖奈騎手でした。中央でも乗ったことある馬で、そこでも気のちょっと悪いところがあって、ハミ取ったり取らなかったりするところがまだあるなとは感じましたけど、もともと前でしか競馬できなかった馬が砂かぶっても芝居伸びてきてたんで、ヤングジョッキーとは関係ないかもしれないですけど、その馬自身変わったなっていう印象でした。ダメですね全然ダメでした。人気の馬も乗せてもらいましたけど、全然ポイントを取ることができなくてって感じです。いや、やっぱペースとかそういうのがなかなか難しいなと思います。頭数も多いので結構判断がちょっと遅くなってしまったりするので、ちょっと難しかったなと思います。残念でしたまあ、また来年あるからな。そうなんです、来年頑張ります。まあどのレースにおいても見せ場がなかったっていうのが一番ちょっと残念なとこですね。なんか見せ場でもあればよかったんですけど、負けるにしてもおっと思わせるところもなかったかなと思いますし、すごい反省の残るレースだったかなと思います。もう全てにおいてですね、まあ、馬のことを知るだとか、そのレースを覚えるにしろ、まあ、自分、まあ、正直に言って、まあ、馬もそうですけど、全ては人間との勝負かなと思いますね。先生の指示ではその最初はその出たなりで溜めていってって感じだったんですけど、思ったよりゲートが切れたんで、もうじゃあもう前から行こうかなって感じでした。はい、そうですね、向こう上面からちょっと手応えあったんで、まあ、こう多分前の馬は買わせるかなって感じで、はい、ゴールの気持ち、そうですね、でもファイナル行けなかったんでちょっと悔しいですそうなんです、実は第1戦で長尾タスク騎手が総合2位にジャンプアップしたことにより、この時点で山田芳樹騎手のファイナルラウンド進出の可能性がなくなっていたのです。山田騎手は第2戦レース前にそのことを知りながら、ちょっと他の人たちに意地悪しようかなって感じで、はい、いっぱいいたんで、何人かいたんで、ちょっと俺が1着取ったらいけなくなるもんなと思って、はい、阻止してやろうかなと思って、そう、それこそ近江先輩が、なんか勝ったらいけるみたいな感じだったんですけど、もうゲートラで、多分俺が勝つ気いけんすよみたいな感じだったんですけど、いや、もうあいつ、まあ、そのおかげで出れる人いるんで、まあまあまあ、よかったっす、勝ったのが吉木で分かったっす、同じ佐賀なんで。僕は来年あるんで頑張ります。また来年。なんですか、みんなどう動いてくるのか分かんないんでちょっと難しいんですけど、はい、これ楽しかったです。楽しかったです。はい、来年はまあ大きいところ、まあペプセで取れたらなって思ってます。ありがとうございました。さあ、全てのトライアルラウンドが終了し、ファイナルラウンド出場騎手が発表となりました。 JRA 西日本地区は田口寛太騎手が最終戦で逆転し、ファイナルラウンドへの切符を手にしました。まあ、ファイナル行けて中山で初めて乗れるんで良かったです。開幕戦で火花を散らした2人の戦いはファイナルラウンドまで続きます特にライバル意識して頑張りたいなと思います。そうですね、もちろん優勝を目指して頑張ります。また応援よろしくお願いします。長尾タスク騎手は仲良しの同期岡良太郎騎手とともにファイナルラウンドへ向かいます。そうですね、落ち着いて乗りたいですね。はい岡くんといけるんで、いい思い出作りに。2023ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンドは12月14日木曜日川崎競馬場、
12月16日土曜日中山競馬場で行われます。2年連続 JRA から王者が誕生するのか、地方競馬の逆襲か、ぜひご注目ください。